皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加速と申します。フジテレビ、ザ・ノンフィクション、今回は、僕とあなたの明日は海を越えた結婚の行方ということで、日本人夫と台湾人妻のすれ違いと台湾移住ということで、番組の内容を解説をしていきたいと思います。まず先に言っときますけれども、今回の回、外れの回です。めちゃくちゃつまらないとは言わないけれども、なんでこんなことしちゃうのっていう、いろいろおかしなことがいっぱい出てきて、完全に消化不良の回です。なので、見逃し配信とかで見ていただく価値は全くありません。どんな内容か分かりたい方、この動画見れば十分かなと。一言で言うなら、パッとしない話、ネガティブ男のやらかし話という、ただそれだけの話でございます。で、筧村祐介さん34歳。なんとこのノンフィクションの関係で制作会社にいた方みたいなんですね。で、妻が台湾人で、エイシンさん、心ちゃんと言ってますけれども、日本人夫と台湾人妻、2018年に結婚しましたよと。ところが次第にすれ違いが起きますというところで、前半はずっとすれ違いのシーンをずっとやってます。子供が欲しくない夫、子供が欲しい妻。台湾に移住したくない夫、台湾に移住したい妻ということで、ずっとこのすれ違いを延々と報じてるんですけれども、そもそもさ、結婚前にこれ話しておこうよって、結婚後に揉めることって、お互いに子供が欲しいのか欲しくないのかって、それ結婚前に話し合うことですよねと。いや、結婚するんだったら子供欲しいの欲しくないのっていう話って結婚する前に話し合うべき話じゃないですか。で、そこが違ったら絶対離婚とかになるわけじゃないですか。なんでそれを結婚した今更になって、子供が欲しくないんだけど、いや、私は欲しい、私は欲しくない、私が欲しいとか延々にそのすれ違いやってるのっていうことで、おかしくないですかっていう。いや、例えば当初の気持ちがお互い欲しいけれども、なんかコロナとかいろいろ状況が変わって気持ちが変わったとかいうのは分かりますけれども、お互いに元から欲しい人と元から欲しくない人とそれを話し合わないまま結婚したら、それはすれ違いますよねっていう話と、その台湾に移住するか移住しないかっていうのも先に話し合ったよっていう、日本人と台湾人が結婚したらどっちを拠点にするのっていう話は当然出るはずですよねって、なんでそれ話し合わなくなった、話し合わずに結婚して2018年から5年も経った今、いや、なんかしたくない、したい、したくない、したくない、したいみたいな話、だから根本的におかしくないですかっていうところでございます。そんな中ですね、どちらかというと、夫がダメダメな感じで描かれてるんですけれども、妻の話を聞かずにですね、とにかく筋トレに夢中になってるの。筋トレに夢中になるのはいいんだけど、さあ、てんてんてんみたいな感じになっていて、で、なんかその夫が完全にネガティブ思考な、いや、完全なネガティブ思考のやらかし男で、要はちっちゃい頃にいじめられた経験とかがあるから、子供を産んだらいじめられてしちゃうかもしれない。だから子供はそんな辛い目に遭わせたくない。だから子供を産みたくないって言ってるんですけど、その気持ちもわからなくはないですけど、それだったら結婚する前に話しとこうよっていう話じゃないですかっていうことと、自分がいじめられたから子供もいじめられるかもしれないから産みたくないんじゃなくて、単に筋トレに夢中になってるだけで、その子供とかうざったいっていう、ただそれだけじゃないですかっていう話もありますよねっていうツッコミを入れたくなるという感じです。ところが、急転直下ですよ。それで離婚だって話になるかと思ったら、あれだけ日本人夫は嫌がっていたのになぜか突然台湾移住を決断するというですね。いや、台湾に行く覚悟がないとか言ってたのに、どうしたみたいな。で、しかも、行く覚悟がないんだったら、ちゃんと仕事を見つけてから移住ってすればいいのに、無職だけど行っちゃいますみたいな。だから、あれだけ覚悟がないとか、あれだけやらかしとか、あれだけネガティブ思考なのに、いざ決めてるとなったら、とっても無計画という、典型的なダメパターンですよね。すごいネガティブなんだけど、決めるときは、もういきなり清水の舞台から飛び降りちゃうっていう、そんなにネガティブだったら、ちゃんと準備してから行きましょうよって、なんでそこだけ急にポジティブになるのっていう、そこも本当にね、ダメ人間の特徴なのかなというところですね。で、台湾移住しても全然仕事が決まらず、なぜか、
台湾の映像制作会社に就職しようとしていて、まあこれ非常に深刻なんですけど、やっぱり言葉はすごい喋れそうに見えたんですけれども、台湾のその会社の面接官が、あなたはその台湾で仕事できる仕事のビザを持ってるんですか？って、ビザを持ってるんですか？って聞かれてるのに、はい、僕はバイクで出勤できますとかって答えて、面接官が、うーん、君の中国レベルだとちょっと無理だね、みたいな。そりゃそうですよね、っていうことなんですけれども。まあ、それで、移住しちゃったけれども、無職で全然面接受からないから、YouTube 始めたらバズるっていう。その結論っていう。その結論。いや、っていうか、そういうことも初めから考えてなかったのっていう。だって今だったらなんかそういうので YouTube でバズりそうだよね、みたいなことはね、考えそうですけど、なんかそこまでやって、やっと YouTube にたどり着いて、いや、なんかバズったから、なんかこれでいけそうだから子供をできるかも、みたいな。いや、そういうことじゃないんじゃない？みたいな。YouTube だって今大変ですよね。今バズってるからいいけれども、いや、それだけでっていうのはちょっと、なんかその辺の無計画さがネガティブなくせに結構いい加減っていう、なんかそこのずさんさがずっと見えてきてしまうというところなんです。まあ、そもそも映像制作会社、ノンフィクションの制作に関わってたような経験があって動画編集ができるっていうんであれば、別に台湾に移住したって台湾の会社に入社しなくたっていいじゃないですか。今、いくらでもネット上に、例えばここならとかで、例えば動画編集できますよって言って、動画編集してくださいっていう人とマッチングできて、クラウドワークで日本の仕事を取って、日本の円でもらえば、別に台湾元でもらう必要ないじゃないですか。なんだったら動画編集できるんだったら、海外の仕事とかも取れるわけじゃないですか。別に会社に就職して、中国ができなきゃいけない台湾の会社に就職してやらなくても、フリーランスで別に動画編集なんてフリーランスで最もできる仕事じゃないですか。しかも場所は選ばないわけじゃないですか。というか、なんだったら台湾在住で私動画撮れますよとか、動画編集できますよって言って、日本の会社からフリーランスで受ければいいのに、どうしてそのできない中国語を武器にして台湾の映像制作会社に正社員として入社することばっかり考えてるのかなっていうか、今の時代の流れ見てないのっていう、もうそんな時代じゃないですよね。フリーランスで仕事できますよね、そのスキル持ってればって。まあ、そのスキルがないんだったらしょうがないですけど、多分めちゃくちゃスキルある方だと思うんですよね。なのになぜかその就職にこだわっているっていういろいろ謎ということで、まあ、終始ネガティブなのになぜか無計画に移住を決断したりですね、就職以外の選択肢をもともと考えないのが不思議ということで、いやー、なんかこのモヤモヤ感が募るばかりという感じで、結局なんかネガティブなふりしてプライド高くて、なんか、でもなんかいざとなったら無計画なんだなっていう、もうちょっと選択肢考えようぜって、いろんな選択肢あって、ここまで深刻にならなくても、それだけのキャリアがあれば、別に移住しても就職しなくても仕事取れますよっていうことから学びましょうよって。まあ YouTube でもいいかもしれないですけど、YouTube も一過性とか安定性は欠けるので、まあ YouTube しながらちゃんと動画編集の仕事をフリーランスで取るとかすればいいじゃないですかっていう当たり前の結論を、この1時間ぐらい無駄なものを見せされるということで、まあ、本当に謎な番組、外れな番組だったなということで、まあ、それかですよ、もう初めから台湾に移住して成功した YouTuber の物語みたいにして、なんかもう初めのグダグダとか全部カットして、ね、無職で、ね、妻と一緒に台湾移住したみたいなことで、どうやってね、そのバズったのかとか、何が受けてるのかとか、そっちの特集にすればよくないですかっていうところで、まあ、そう考えると、さ、ノンフィクションの編集の仕方が悪い、そういうところで育った方なら、まあ、動画編集能力がないのかなっていう気もしますけれども、フジテレビさんもね、ノンフィクションさんも、だったら元から台湾移住で成功した YouTuber、どうやって成功したのか、何がバズったのか、どういうふうに撮影してるのか、何が台湾人に受けたのかとか、そういうところをやっていただいた方がはるかに面白い番組だったんじゃないかなということで、そっちの動画編集をぜひ頑張っていただきたいなと思います。